ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネル、髪型やばいですね。スポーツ部活チャンネルの立ち順です。1月13日、土曜日ですね。おはようございます。東京天気良いっぽいですよね。はい、ちょっとね、間空いてもう全然なんかね、すごい忙しくて、なんか YouTube でこんな5分ぐらいなんでできるんですけどね、なんかね、ちょっと YouTube 見てればいるんですけどね、あの粗品さん、あの霜降りも妙上の粗品さんのすごいハマってて、古いのを見てて面白いなと思ってね、ちょっと考えてみて、髪型僕粗品さんっぽいですよね今。まあいいんですけどね、結構ねファンになりました。あの面白い、なんかね、まあ30歳ぐらいなのかな、まだ若いんですけど、なんかね僕おじさんなんですけど、僕が好きな笑いに近いかなって。なんか霜降り明星のさんの漫才見たことないし、あともう一人のなんだっけ、なんとかさんはなんかサッカー見て、ワールドカップサッカーの時にね、なんか結構出てた、小さい方の。僕ねテレビほんと見ないんで、お笑いとかわかんないんですよ。で粗品さんはなんか YouTube で見つけたみたいな。なんでね、あのダウンタウンの松本さんの話をね、まあなんか文春法のね、なんかそのなんだっけ、スピードワゴンの小沢さんが招いてて、なんかでもそれだいぶ前からね、なんか知ってたんですよ。なんでか知ってるか、なんかネットでもねよくあったじゃないですか、なんか小沢さんが結構なんか野球チームとか作ってて、売れない芸人とかいっぱい集めてね、なんかすごい大将みたいな、そういう感じなんですよね。あとなんだっけ、まああの人ね愛知県出身なんですよね、スピードワゴンって。だからちょっと注目をしてましたし、まあでも面白い2人かって言ったらそうでもないと僕はあんまり、僕の好きな笑いっていうわけじゃない、なんていうのあんまり、なんで売れてんだろうって思いましたね。そのかっこよかったからじゃないですかね、若い時ね。まあでもね、こんなに芸能界長く訓練して、まあ名古屋の番組を出てらっしゃると思うんで、まあ愛知県、名古屋、2人は名古屋市民ではないんですよね。愛知県のどっか郊外、名古屋の郊外の方みたいで、まあでもね、愛知県のローカル番組も結構いっぱいやられてるんじゃないですかね。なんか僕全然わかんないですけど、名古屋の番組という感じですね。まあで松本さんの話なんですけど、まあ、まあ皆さんね説明知ってると思うんですけどね、テレビとか見てる人はテレビの話とかね、まあネットだと僕はまあそのニュース、ヤフーニュースとかツイッターのああいうね、そういう文春のツイッターもあるし、まあ見て、で記事はね読んでないんですけど、まあどっちが本当か分かんないですけどね。まあその事実、そういうのはあったし、昔からありますよね。で僕YouTube で結構公表してるんですけど、まあ Twitter のプロフィールにも書いてあるんですけど、僕大手のモデル事務所、まあ芸能事務所っていうかね、オスカープロモーションというところに僕10年ぐらいいたんですよ、所属して。でまあ働きながら、まあその空いてる日にという感じで、先生やってた時に、まあ、夏休みとか春休みあるじゃないですか、ああいう時に特に平日はまあ夜とかね、授業終わった後とかに撮影とかね、モデルとかドラマも CM も出てましたしCM なんかメインで、ね、出たこともあるんですけど、まあだから芸能界にいたことはいたっつうかね。もちろん社長、今まあ辞めてからもね事務所に行ったりとか、今もマネージャーで知り合いの人と付き合えるし、芸能界ずらするなってたまに言われるんですけど、僕芸能界ってモデル業界っていうかね、まあ、10年ぐらいいたので、そういう働いてたんね、そのテレビ局も行ったことあるし、その雑誌社、出版社にも、大手出版社にもオーディションだらなんだり行ったことあるし、まあ、その芸能俳優さんとか、お笑い芸人さんにも会ったことあります。アナウンサーとかね、まあ、その売れてる売れてないかかわらず、そんないっぱいじゃないですよ。なんか僕はなんかこうぶっちゃけ話言うと、その他のそういう事務所の若男の人たちとは全然違う感じで、なんていうんですかね、
ひょっちょ準レギュラーっていうか、なんかまあ一応所属できたのでして、あの生計はそれで立てるわけじゃなくて、みんなそのバイトをしてたりしたけどね。まあ僕もたまにやってたけど、バイト、まあ僕はなんかその学校の先生メインで、空いた時にやってた。でも10年ぐらいいたんでね、その本当にね、キー局も行ったことあるし、他の事務所の社長さんにも会ったことありますしね、大手の、まあ言えないですけど、結構有名な事務所の社長さんにも会ったことあるし、もちろん自分の事務所のね社長さんも会ってるし、まあマネージャーさんもね辞めて違う事務所に行ったりした人もいるしね。まあ会えば多分僕のことして、まあもうこんな変わり果てだね、デブ おじさんっていうかね、で、まあまだ、まあ、おじさんですけどね、そので、まあ、あの松本さんのそういう芸能界の話って昔いっぱいあったじゃないですか。たけしさんだって、たけし軍団で愛人作ってね、あのタレントにしたりとか、たけしさんもやってたわけじゃないですか。その名前は言いませんけどね、有名なねアイドルの人、たけし軍団のそういうお抱えというか、たけしさんの出る番組にアイドルが出てて、それが もともとキャバクラかなんかね、たけしさんが言ってた、あの接客してた女の子でね、気に入ったら、まあ、芸能界デビューさせて、まあでもそのたけし軍団もね、そのたけし軍団って言ったから、その殿に可愛い子をあてがったり当然したと思うし、まあそれが松本さんが まあねそういうやってたっていうだけのことであって、まあ、でそのね、その訴えたらやっぱり負ける時代にもなったし、でね、結構 YouTube チャンネル登録もして、僕のいた事務所が、まあ名前、まあさっき言って、すみません、言っちゃったんですけどね、今もね、つながりあるんで、あれなんですけど、まあ結構、女性の多いね、モデル、本当にトップモデル、綺麗な人、いたんですよ。富永愛さんも始めいたり、でね、今だ、上戸彩さんとかもいるし、結構、本当に綺麗な人ばっかりで、男ってね、少ないんですよ。今も男っているみたいですけど、男性モデルとか俳優さんもいますけどね、あんまりいないんですよ。だからもう、なんていうんですか、僕なんて本当に下っ端だったんで、あれですけど、だけど、やっぱりその女の子の、当時同い年ぐらいのね、20代だったんで、僕、綺麗な可愛い子とかね、キャンギャルとか、ミスコン優勝者とかいっぱいいましたよ。大学のミスなんとかのね、アナウンサーになった人もいます、僕。知り合って撮影で一緒になった子が TBS のアナウンサーになってたりとかありましたよ。おえーみたいな。まあいいんですけど、で、松本さんのね、奥さんがね、オスカーなんですよ、元。で、僕はね、ちょっと面識ないんですけど、まあその、なんていうの、事務所、大きい女性いっぱいいるんで、僕みたいなその二軍みたいな男性のモデルもいますよね。その職業を持ちながらこうたまに撮影するみたいな。だからそういう人を、すいません、そういう人だけど、僕10年いたんで、そのなんかいろいろ噂も聞くんですよ。で、本当にね、いろんなことありました。もうね、言えること言えないこといっぱいあって、プロデューサーとかね、カメラマンとか、まあ、僕もその合コンみたいにしたことあります。芸能人の方と、僕が、オスカーのモデルの女、オスカー以外もいてあげるね、モデルの子を呼んで、有名な俳優さんね、今もいますね。まあ、そんな、まあ、年が年なんで、僕、やったことあるんですよね。小沢さんみたいなことやったことあるんですよ。なんでかというと、やっぱりそこね、仕事をやってると、まあそう知り合うじゃないですか。カメラマンさん、スタイリスト、ヘアメイクさん、出版社、ね、大手出版社、テレビ局、いろいろ知り合うじゃないですか。で、まあ、僕が演者とか出る側になったら、そのなんかいろいろ仲良くなるんですよ。2回目ですね、とか、まあ僕はね、割とスーツとかスポーツのメーカーが多かったんですけど、モデルで出てたのは、制服とかね、割とカチッとした、あとパソコンの雑誌とかね、まあ多かったですよ。パソコンがね、ちょうど流行った時だったんで、そういうパソコンを説明するのにちょっと出てくるサラリーマン役とか、株の雑誌とかね、いろいろあったんですけど、
で、まあ仲良くなるじゃないですか。したら、なんか今度パー、ホームパーティーあってよって言ったら僕も、一人で行ってもいいんですけど、僕男ですしね。まあ、その、仕事につながるかどうかわかんないですよ。わかんないけど、仲いい女の子の、クルージングとかね。本当にバブルっぽいですね。お金持ちの人クルーザーがあるから、神奈川のね、湘南っていうかね、クルーザー持ってる人がいるんですよ、お金も。行かないっつったら、まあ、そのね、事務所のね、当時のモデル、すげえ可愛い子ですよ。まあまあ出てたりしますよ、テレビとか。僕はだから先輩、兄さん、友達みたいな感じですよね。に連れてってとか。逆に僕も、そのモデルの女の子の友達いたんで、ほんとみんな性格いいんですよ。僕仲良くなる。綺麗な子、スタイルもいい、顔もちっちゃいんで、電話来て、今、そういう芸人さんがいるから来るとか言ってね、カラオケみんなでやってるから来るとかって、まあ行っていいのみたいな話なんですけど、まあ、スポーツ選手がいるから来るって、行きたい、スポーツ選手会いたいじゃないですか、当時。一流ですよ。まあ行かなかったり行ったりとかね、そのなんか、僕も東京の都心に住んでたんで、呼ばれて、で、まあそれが、アテンドなのか、その、紹介で、サッカー選手とかね、あるんですよ、いろいろ。で、僕も何回か、その、女の子に、事務所の後輩っていうか女の子に、今そういう状況で逃げたいと。まあ、逃げてきたっていう子もいますよね。僕ん家に来ましたけどね。ええと思いますけどね。で、まあ、ほんと友達なんで、別にその女の子の家にももちろん行ったことあるし、独身ですよ。だから、まあ、可愛いなと思いますよ。向こうも俺のこと、まあ、いいなと思ってるんだけど、まあ、なんていうんですかね。ギリギリ友達以上恋人未満みたいな仲いい。今はもう連絡取ってないですけどね。その後、その子、他の大手事務所に行って、みたいな。まあ、それありますよ。だって10年いたんですもん。僕。で、事務所のマネージャーさんとかも、やっぱその、そういう芸能界の話とかいろいろあると思うけど、まあ、マネージャーさんに相談してと、なんか、ね、その、っていうのはあるんですよ。それは、でか、会社でもあるじゃないですか、その、好きなね、ちょっと可愛がってる後輩とかね、いや、と嫌な上司に飲み会誘われて、まあ、その仕事とプライベートを分けるとはいえ、やっぱり人って、同じぐらいのレベルだったら、親しい人を採用するじゃないですか、その、普通の会社でも。とあるんで、まあ、仲良くなっていくに越したことないんですよ。例えば映画とかなんかだと、映画のプロデューサーやカメラマン、僕は一回舞台出たいって言ったら、舞台出させてもらったんですよ。それは、やっぱり出たい、誰か行ったら紹介してください行ったら、じゃあ来るっつって一回行ったんですよ、顔見せる。で、舞台出ることになったんで、そういう人付き合いで、あ、こういうのって繋がるんだと。でもね、今ね、当時紹介してくれた人は覚えてないんですよ。その舞台出て、それで僕その舞台出てまた違う舞台も出たんですよ。でも一番初めその舞台を紹介してくれた人が誰かっていうのをいまいち今覚えてなくて、あれ誰が俺のその舞台の監督っていうか紹介してくれたんだろうみたいな。あと映画監督とかも紹介してもらったり、芸能事務所の社長も紹介してもらったり、やっぱその営業じゃないけど、でも何にも関係ない人、関係してる人を紹介してもらった方がいいじゃないですか。仕事につながる。だからそれを忖度とか、僕は男なんで、同性愛者の人がそういう人だとやっぱ誘われるじゃないですか。男女関係ないですかね。で、綺麗な子、僕のいた大塚プロモーションの、まあ名前出してんでいいけど、綺麗な子いっぱいいるんですよ。まだ若いし。そういう子も、事務所の仕事があるんだけど、そういうやっぱりキャスティングとかね、あるんですよ。で、テレビ局の人とね、いっぱい誘われても、僕話聞いたことあるんで、もう言えないこと僕めちゃめちゃ知ってんすよ。めちゃめちゃ知ってます。文春さんが欲しがるような。僕はで言えないし、あと事実も嘘もいっぱいあるし、そういうね。で、LINE のやりとりって、信憑性あるのかって言ったら、僕あんまどうなんだろうと思って、LINE 作れるし、画像ですからね。メールのやり取りも偽造ってできるし、だから、そのやっぱり、まあ LINE のやり取りがどれぐらい信憑性があるかっていうのはよくわからないし、で、まあでも若くて可愛い子は、誘いますよね、食事に。誘われる回数も多いし、可愛い子は特にもう、無限に誘われるんですよ。もう本当に、
可愛いって言ってもその一般的に可愛いよね。その芸能人になるって売れるっていうのは、まあでもさ、芸能人になって売れるっていうのも、まあ今も見てて、なんとか48とかいっぱい、そんな可愛いかっていう子売れてるじゃないですか。いやー、そんな面白くないのにお笑いで。それも本当主観なんで、やっぱ絶世の、誰もが、昔の商用しながらさ、よりさ、誰もが歌がうまいって、美空ひばりさんとかね。そういうね、ジャニーズ問題もあったし、そのやっぱり、つながりとか、マネージャーが推してくれる、で芸能界のつながり、まあそれね、民間企業でも一緒です。僕民間企業でも働いてます。実家自営業でも。やっぱり、金額が高くても、ミスをしない人に依頼するし、値段が良け、安くて、もちろん安くてクオリティが高い、商品、人、物の方がいいんだけども、やっぱり10年付き合ってきたら、そのギブアンドテイクで、総裁っていうかね、その、あの時、安くしてもらったら今回ちょっと高くていいみたいな、そういう、車の運転で言うと、ハンドルの遊びってあるんですか、あれがあるんですよね。だから、あれがないと、こう、まっすぐ行けないっていうかね、人間の、とか、そういうビジネスも割とそういうとこ、長期でやるとやっぱその、浮き沈みって絶対あるので、そこの中でこう、進んでっていくみたいな、そういう友人のとか、彼女とか、彼氏とか、旦那、奥さん、家族でもする。そういうのが絶対あるじゃない。だって、自分以外他人なんですから。だから、となると、やっぱり、顔を知って、性格を知って、面白くて、打ち上げで楽しくいい方がいいじゃないですか。会社もそうですよ。何この人っていう人で、何こいつって言って、ちょっとできる人と、真面目で淡々とやる人。まあ、ちょっとできないけど、すごい気を配って、周りを、会社全体を、いいチームワークにしてくれって言ったら、3番目の人を採用した方がいい。だって長くやるんだから。人事ってそこまで分かんな、考えれないしな。実際に働いてみないと分からないんですよね。その3ヶ月使用期間と。何この人っていう人いっぱいじゃないですか。友達でもいるし、一番初め仲良くて、あ、この人いい人だなと思ったけど、ちょっと違うみたいな。僕も思われたこといっぱいあると思いますよ。何このこいつって。振られたこともあるし、ともね。喧嘩もしたこともあるしね、バンバン。だから、そういう意味で、その、まあ、ちょっと話戻すんですけど、その、忖度みたいな。だから、今回の松本さんの件も、小沢さんがね、その、なんか、あと、タムケンさんがね、まあ、今アメリカにいて、飲み会、まあ、合コンで、あれたり前やるんですよ。芸能界華やかで、かっこいい人、面白い人、綺麗な人、いっぱいいる。それ、みんなで会いたいじゃないですか。もう、一般のサラリーマンとか会いたくないですよ。そういう仕事をして、で、テレビ局の話とかもしたり、趣味の話とかしたり、要はテレビ局や雑誌や CM やそういうところが職場なので、で、まあ職場で例外もあるし、まあもちろんそうじゃない人もいっぱいいますし、ただね、多少理解した方が会話が盛り上がるんですよ。例えば僕が今 IT とかやってても、もう IT 知らない人と IT の話できないじゃないですか。だから、やっぱ芸能の話は芸能の話とか、テレビとかカメラマンとかね。僕ね、スタイリストの人とも、とかメイクさんみたいな人ともすごい深い親しくなった時期もあるし、カメラマンの人ともめちゃくちゃ仲良かった。今会ってないですけどね、ほんと暇あったらご飯食ってたプロのカメラマンあるし、今も連絡取ろうと思うんだけど、まあそういうやっぱ仕事仲間になるので、そうなるとその忖度とか、その小沢さんがやった、松本さんがまあそういうことを及んだっていうのは、それはやっぱり昔はあると思うんですよ。で、それで、そういうことをして、まあ、仕事をやるかって。それで、芸能界売れた人いると思いますよ。実際いると思います。だって、そんな変わんないですから、人って。枕営業っていうんですか。わかんないですよ。枕じゃないかもしれないですよ。なんていうんですか、そのプロデュース、偉い人がすげえかっこよくてお金持ちで、いいもん暮らしたら愛人とかにもなるわけじゃないですか。だからそれ愛人の方がいいっていう若い可愛い女性もいる。だってその辺のやぼったい男とかサラリー、金のないサラリーマンと付き合うよりは、その仕事をくれる、性格も良くてね、そういう人と付き合った方がいいっていう女の人もいるので、それは何か好みの問題なんでね。で、今回はその女の人が訴えたと。分かんないですよ。真実が分かんないんで、
ただやっぱこの SNS の時代で、テレビと SNS の連動で、昔はテレビだけで週刊誌のやつやったけど、ダブルで来てるので、まあ、あとシェアされるので、その人口は減ってる、そんな増えてないのに、昔より厳しくなってるのは、まあ、その男尊女卑のルールとかね、女性を、男性がひどいっていう時代が変わったっていうのはありますよね。僕はだからその僕世代って芸能界とかも、あと僕のスポーツの体育会系もそうなんですけど、だから芸能界、スポーツ界、僕はちょうど大学生の時、団塊ジュニアなんですけど、ちょうどね、その時潮目だったんですよ。その上下関係なくす、男尊女卑なくすってしてこうよって言ったんだけど、全然現場は男尊女卑だし、芸能界も、僕がモデル始めた時も、オスカープロモーションというね、大手の事務所ですよ。行った時も、やっぱ男尊女卑なんだ。ただ僕の事務所は女性が売れてる、人が多かった。今ね、有名な人、前谷美紀さんとかもいるし、その、前田ピパリさんも今いるのかな。その、なんか、今、陣内高則さんもいるのかわかんないですけど、あと、米倉涼子とかさんとかね、あと、一番初め後藤久美子さんがいたんですけど、まあ、女性の事務所なんですよ。女性、女子校みたいな。女子校にいる男子みたいな。男性はね、あんまり売れてる人いなかったんですよ。ほとんど。オスカーを辞めて、違う事務所で売れた人はいますよ。いっぱい今いるんだけど。だから僕は売れない事務所。有名な事務所なんだけど、男性は売れない事務所にいたので、だから女子校みたいな感じなんで、女性が強い。女性を守る事務所。でも何十人、何百人もいるので、実は所属してる人は。何百人、今何人かわかんない。何百人かいたんですよ。そのなんか、よくわかんないんですよ。その子供、キッズもいるし、あとおじさん、おばさんぐらいのシニアもいるし。で、まあすごい有名なアイドルとかもいるし、トップモデルもいるし、みたいなところだったんで、僕はなんか本当に中の上ぐらいの仕事量はありましたね。収入としても仕事量と。毎週オーディションは行ってたし、まあでも全然売れなかったしね。まあ、で、まあこんなにぶっちゃけた話あれなんですけど、その芸能界の、まあ、その会社でも一緒ですからね、絶対に。大きい会社のお客さんいたら、若い秘書を連れていくとかね。だって、ね、別にそれを、まあ、水商売かって言われたらそうかもしれないけど、やっぱり時代が違うし、まあ、でも昭和の女性たちは、それぐらい我慢してやってたわよって、今の子は行かないのねってなっちゃうけど、まあ、行かないきゃ行かないでいいんだけど、まあ、男女に関係なくね、若い男性を連れていくとかね、お客さんと飲み会があって、例えば去年の忘年会ありました。そういう時には、まあ、連れてきますよね、若手を。なんか、むさんくさい僕みたいな、おっさんとかおばさんよりも、若い男女の社員を連れてった方がいいじゃないですか。会社のイメージいいので、若い方が。やっぱり話す内容もね、でも若い人は、多分なのまずそもさん関連でしょ。若い人はでも7年前だから、まあ50歳ぐらいか。だから僕ぐらいかわかんないけど、まあ売れてるね。ファンですって言えば、僕だってね、ファンです。ファンの俳優さんとか、僕長澤まさみさんとか好きなんですけど、行きますよ。まあそういう感じで、で、あとで、まあお金を請求する、持たせっていうんですけど、まあそういうのもいるので、そこを見分けつかないと思うんですよね。だから、やっぱり、売れないモデルとかタレントの方が、なんていうか、ある程度、レギュレーションを分かってるっていうかね、分かってるっていうわけでもないんだけど、同じ芸能界にいるわけじゃないですか。だから、事務所名とか、出版社、テレビ局、スポンサー、スポンサーもあるしね、知ってる前提で行くので、一般の、なんか僕嫌いなモデルの女の子がいて、名古屋出身で、まあ今、名前は出さない、ちょっと売れてたんですけど、一般ピーって言うんですよ。芸能界以外の人はパンピーって言ってて、何言ってんだこいつとか、すごい嫌だったんですけど、まあ綺麗なね、人で売れてたら何言ってんだよとか変わんないんですよ。まあ、芸能界も、普通にサラリーもらってるサラリーマンなんで、
新聞社だってね、雑誌社だってサラリーマンですから、会社の営業のために頑張るんでね。まあでもそのジャニーズ問題からの吉本っていう、そのだから僕はその週刊誌って昔からそうだから、なんかそれをなんか正義っていうのはどうかなと思います。だからちょっと僕ツイッターで消しちゃったんですけど、なんか僕の鬼検索で調べたんだけど、まあ松本さんを応援したいなと。僕ダウンタウンとうっちゃなんちゃんだった、うっちゃなんちゃんの方が好きだったし、ダウンタウンの漫才がすごい面白いと思ったことは一回もないんですよ。一回もないっていうか、まああんまり好き、関西弁の漫才っていうのがあんまり僕受け、あれでも今霜降り明星の粗品さん好きだけど、さんまさんとタモリさんとたけしさんだと僕たけしさん好きだったんで、まあ、さんまさんも好きでしたよ、面白かったよ当時さんで。だけどやっぱなんか大阪の笑いって、なんか名古屋生まれだとそのやっぱり大阪は大阪の笑いであって、全国で受けるってなるとあんまり、その鶴瓶さんはまあ割と、でも鶴瓶さんもそんなにね僕ね笑わなかったんですよね。なんでか分かんないです。やっぱり喋り方っていう関西弁がちょっとになんとなく僕に合わなかったんでしょうね。関東の人のお笑いの方がなんか、タモリさんとか、タモリさん九州ですけどね、たけしさんの下町言葉のお笑いの方がなんか面白く感じたんですよね。もうフィーリングですからね、という感じですね。だからまあ決着どうなるかわかんないですけど、まあその忖度とかね、そのまあ怖い闇の世界とか、まあ芸能界に限らず一般企業でこう闇のありますからね、ニュースにもなってますよ、いっぱい。だからあんまり僕変わんないと思ってんですよね。真面目な人は真面目だし、ただやっぱり華やかな世界で夢を与える場所なので、まあ昔はもうそういう感じだったっていうかね、まあ経済がいい。で僕ね、こういう叩くのとかってね、景気が良ければなかったと思うんですよね。なんかね、景気がいい時って他人のことを気にしない、自分を楽しみたいじゃないですか。だから今はそのひがみとか誹謗中傷とかって、自分がやっぱり幸せじゃないし、好きな人がいないとか、なんか仕事がなんかうまくいかないとか、なんか寂しいとか、そういう人たちがやってるような気がするので、だからもうとにかく経済を良くすれば全てがなんかうまくいくような気がします。そのフェミニストの人もね、僕いっぱい会ったこともまあね見てにしてんだけど、まあ素敵な彼氏と素敵な過ごし方をしてれば、あんまりその女性を主張もしないだろうし、セカンドなんとかとか言うじゃないですか、女性をね、被害。だからそういうのもなんか経済なのかなって。給料が上がれば、みんなそんなネットとかテレビ見てる暇ないんで、街に出たり、ショッピングしたり、食事に行ったり、するので、やっぱりスマートフォンで、一人でこう見てると、だんだんその、洗脳させられるっていうかね、そういう。まあ僕もスマホ中毒ではあるんですけど、なんとなく僕はなんか、デジタルマーケティングとかも仕事でちょっと携わったりしてきたんで、なんか冷静に見てるというか、僕もでも顔出し本名、ツイッター、YouTube 全部やってますよ、インスタも。顔出しでこうやって出てるし、だから僕はなんか、実験でやってみたんですけど、大して問題ないなと思って、結構楽しいので残してるんですよね。誰も気づかない。僕の実家の家族も僕は YouTube やってることも知らないですからね。親友とかは知ってますけど。でもツイッター本当本名でやってるし、顔出してますからね。で、結構大物インフルエンサーとも絡んだりしてるので、前の会社の人わかんないです。わかってんですかね、久保田何やってんだよ、みたいなね。だからまあ、みんなね、顔出せないし、本名を使わないじゃないですか、普通の人は。まあ僕はなんか、フリーになってから始めたんで、今はちょっとその業務委託とかいろいろね、仕事をちょっとしてるんですけど、まあでも言ってますね。ウェブページも自分の持ってるので、ホームページっていうかね。だから、あんま気にしないし。なんか今の個人情報なんて今検索すればすぐ出てくるんで、まあしょうが、なんか隠れてもしょうがないかな、みたいなね。あと友達がなんかね、晒したりするわけじゃないですか。だから、なんかわかんないけど。そしたらすぐバレるっていうかね。まあね、個人情報保護法とかありますからあれですけど、まあその松本さんのねプライベートでスポンサーがおり、 CM がなくなりテレビが出れなくなって、もう本当死活問題なんで、まあお金はねいっぱいある人なんで、別にもう働かなくていいと思うんですけどね。
あとね、NHK 党の立花さんが YouTuber になってほしいとか、NHK 党から選挙に出てほしいとかね、いろいろ言ってるんですけど、まあ面白いですよね、そういうのを見てると。なんか時代でね、もちろんその全然こういう芸能ネタとかスキャンダルに興味ない人も世の中すごいいっぱいいるので、あれなんですけど、トゥペテはやっぱり僕もう経済だと思うんで、もうなんかね、いろんなことをひっくるめて、若者のとかね、高齢者の、経済が良くなればいいっていうね。それにはどうすればね、IT なのか、何なのか、第一産業なのか、二次産業なのか、工業なのかね、なんかいろ、なんかそういうこと考えてる感じですね、いつもね。はい。ちょっと長くなりましたが、それでは良い週末を。バイバイ。